女優ファン・ジョン・ウム、本日第2子となる男の子を出産。ソヒョン、オフショルダーにお団子ヘアの写真が美しすぎると話題に。NCT ドリームのチェンル、左足首を負傷し治療中。カムバック活動には参加する。NCT ドリームは28日にアルバムグリッチモードを発表する。ウィーアイ・キム・ジュンソ&キム・ヨハン&観測ファ、フォースミニアルバムラブ PT.1 ファーストラブ発売記念ショーケースに出席。4年ぶり完全体ビッグバン、先週ミュージックビデオ撮影を終了したと報道。エンハイプン、フィリピンの雑誌で表紙を飾る。オフィシエフィリピン。シューミーザマネーや高等ラッパーに出演した18歳の有名男性ラッパー。カンナムのオフィステルで着火炭を燃やして自殺を試みたと報じられる。